はい、暇人脱獄ブログです。今日はですね、こちらの au フォトン ISW11HM ですね、こちらの裏技をご紹介します。今回はですね、こちらの HTCBO でもブログで解説しました、標準ロムに、オーバークロックカーネル OC カーネルを上書きしてですね、標準ロムの状態で、CPU のオーバークロックをさせてみたいと思います。これの良さはですね、ご存知の通り、カスタムロムにしてしまいますとYMAX が普通になってしまいます。不能ですね、普通というか。なので、ほとんど基本的に標準状態の機能を保ちつつ CPU の速度を上げることができるという非常に便利な裏技です。もちろん、ルート権限は必須と。それからカーネルをいじる関係で、いつでも分鎮化する可能性がありますので、当然フルバックアップするために、ブートローダーのアンロック、それからクロックウォークモッドのインストール済み端末でフルバックをした後にこの作業は行ってください。ちなみにですね、ベンチマークはですね、アンチュチュとクアドラントで撮ってみました。一応 CPU の速度はですね、下限上限をマックスの状態、オーバークロック後のマックスの状態、いわゆる 1.4GHz の駆動で、ベンチマークを撮ってあります。で、結果とすると、ちょっと見にくいかもしれないんですが、これアンチュチュのベンチマークなんですが、こちらですね、6373のスコアですね。下には、ギャラクシーのネクサス、それから、よく比較される、EVO 3D はこちらあたりにいますので、かなり、クロックアップですね、オーバークロックの効果は出ていると思います。すでにこれオーバークロック済みですので、簡単にやり方をさらさらといきたいと思います。ちなみにセット CPU で見ていただくと、上限が1400になっていると思います。いわゆる 1.4 ですね、 GHz と。標準でフォトンは1ギガですから、まあ、かなりクロックアップされていると思います。すいません、これ下限の今750まで落ちてるんですけれども、上限はしっかり1400までいってると思います。じゃあ行ってみますね。すいません。基本的にはですね、ブログ連動ですので、ブログを見ながら、ダウンロードするのもブログに URL が貼ってありますのでダウンロードしてください。ダウンロードしたカーネルをですね、USB 接続何でもいいんですけどして、これは皆さんにお任せしますが、私はですね、端末直下の内蔵に、このようにカスタムロムというフォルダーを作ってですね、こちらになりますね、1.4OC-、こちらですね、こちらに移しておきます。このやり方は皆さんにお任せします。で、当たり前ですが、端末を電源オフにします。で、ご存知、ボリュームダウンをしながら電源を入れます。はい、来ましたね。基本的にですね、ブートローダーのアンロックができている端末はアンロックドで出て、その下にファストブートが表示されます。で、毎度ですね、こちらから CWM ですね、
クロックワークモードを起動します。まあ、この辺は皆さん十分手慣れてると思います。で、基本的にですね、このまま焼いてしまっても支障はないと思います。ワイプしたりとかですね、する必要は私の場合ありませんでしたので、まあ、この辺はドーンと言ってください。見にくいですがすいません。こちらのインスタルジップフロム SD カードですね、こちらで、Choose Zip from SD カードですね、まあ、場所指定ですね。で、Internal SD カード、それからこちらで先ほど自分で写した、すいません、私の場合は、カスタムロムのフォルダーを指定して、こちらにあります、すいませんね、見にくくて、 1.4OC-NCANON をこれを選択して焼けば OK です。まあ、カーネルだけ焼くのは非常に簡単ですが、まあ、うまくカーネルがはまらないとですね、はまらないとっていうか適用できないカーネル等々だった場合に完全に分鎮化しますので、必ずフルバックを取ってからにしてください。これは確実にお願いします。で、うまく焼けるとですね、リブート状態、スタンバイ状態になりますんで、リブートシステムを選んでリブートさせてください。ですね、アンロックって出ますね、こちらにね。これがまたちょっとかっこいいかなと個人的には思います。で、このカーネルがうまく焼けて、うまく焼けてるかどうかちょっと別にして、焼けてますと、この次のロゴがですね、いつもと見慣れないロゴに切り替わると思います。すいません、ここですね。で、私一度ちょっと同じ種類の違うカーネルを焼いたらですね、もっとひどい点滅で、ここで、強制リブートがかかって、おかしくなりました。まあ、ただ、CWM でフルバックアップ取ってる場合は、リカバリーかければ済みますので、やっぱりフルバックは必須かなと。これで完了です。あとは、皆さんセット CPU であるとか、CPU をいろ、まあ、セット CPU がいいんですかね、いじれるアプリを入れていただいて、コントロールしていただければいいんではないでしょうか。無事立ち上がれば成功です。まだいろんな動き試してないんですが、数値で見るとかなりスコアアップしてると思いますので、もしかしたらものすごいいい裏技になっているんじゃないかなと思います。エロい方々、相変わらずいい情報ありがとうございました。